エジミア人は、アルメニアにある同国第四の都市。アルメニア首都教会の長のカトリコスがいるため、その総本山として知られる。首都エルバンの西2 0トルに位置し、アルマビル地方では最大の都市である。人口は1989年の国勢調査で6万1000人。2001年の国勢調査で5万6388人。 2008年の推計で52,757人と前言傾向にある。エチミア人は、紀元前3世紀か4世紀のバードク成分、またはバージ成分という町にその起源を発する。その後、バガル主王によってバガルシャパトと解消されたが、この名は今でも都市の正式名称になっている。しかし、東ローマ帝国の歴史家のプロコピオスによると、 解消当時の名は、パラティア帝国のバラシュ王子にちなんだバラシャバードだった。それがアルメニア語の慣用によって、L の部分が次第に GH に変化していった。同じような変化は、バラシャバードのアバドとバガルシャッパトのアパットにも見られる。その数十年後、エチミア人は、アルメニアの首都になり4世紀まで同国最大の都市だった。何世紀もの間に、エチミア人には、 アバン・バー・ジジー、アートムド、イージ・ミアッツイン、ケイネ・パリス、カイレク・ク・ギャック、ナーク・ク・ギャック、チケイ、アリサ、バレラク・ティースタなど様々な別称がついた。以下に説明される、エチミア人大聖堂と3つの教会とズバルトのツの高校遺跡はまとめて、エチミア人の大聖堂と、教会群並びにズバルトのツの高校遺跡として、ユネスコの世界遺産に登録されている。 エチミア人大聖堂は大聖堂として世界最古であり、町の歴史の中心地でもある。啓蒙者クレゴリオスによって301年から303年にかけてアーチ型のものが建てられた。その間にアルメニアは世界で初めてキリスト教を国境に取り入れた。大聖堂のすぐ西には豪華な宮殿を建てた聖ティリガテスの門があり、そこから北西に行くと、 柵の内側と外側にそれぞれゲボルキアン神学校の建物がある。また、大聖堂の北側にはカチカルと呼ばれる十字架の描かれた石碑が数箇所にある。エチミア人大聖堂から分かれた教会のうち市内の主要な教会を3つ取り上げる。町の中心地から東に数キロ離れたところにはユニークなデザインで知られるズバルトノツ大聖堂の高校遺跡がある。この教会は、 カトリコス・ネルセス三世によって643年から652年にかけて建てられた。聖ゲオルゲの荘厳な大聖堂を持ち、アルメニア王ティリダテス三世と啓蒙者グレゴリオスとの間で会談が行われたこともあった。しかし930年の地震で、教会は倒壊し、20世紀初頭に発見されるまで、渦漏れていた。 1900年から1907年にかけて行われた調査によって大聖堂の基礎のみならずカトリコスの宮殿やワイナリーも発掘された。屋内の3つの通路にはギリシャ十字の外側の壁には32角形の文様のフレスコ画が描かれていた。ありがとうございます。